2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近くを投資しておりました、世界バイナリーオプションスペシャリストの半間岩先生です。コンピューター分析で投資できない人ってのは全員知恵遅れなんですね。で、プログラミングとかいろいろ難しいことができないと投資できないんですけれども、株に結構多いですね。で、株はダメです。FX で株は投資しますけれどね、同じようにある程度の銘柄はね、FX でも投資できるんですけどね。一般的に株はダメだというのは、いつでも好きなようにね、買い売りができないんですね。売って買う人がいなければ買わないし、いつも取引できないということですね。で、一瞬にして取引できないですから、変化は激しいわけですよ。1日に1回とかね、大体基準で決まってて、その時間でしか取引できないわけですね。ですので、あと取引数が規制されてましてね、株の全体の株しかね、その会社の株の量しか取引できないですね。ですので一般的にね、知恵遅れがやるものなんですね、株というのはね。でコンピューター使わないで分析しないでやる人たちがほとんどですね。再取引もありますけども、これもね、知恵遅れがやるものですね。株ではね、外貨で再取引をします全部。株は取引がね、いつでもできないんで、大きなトラブルや、ね、大きな変化があって、稼ぐとは大変難しいんですね。ですから株的な取引、さやというのは外貨の方でやりますね、やってます。ですので、コンピューター分析できない人は全員知恵遅れでやってるということと、これをよく知っていただきたいね。だから絶対やれない人はしょうがないんで、コンピューター分析でね、プログラミングしてできませんから、自分の超能力、勘の超力ですね、でやるしかないんですけれども、これは全部知恵遅れですよね。全員そうなんですね。だからこの辺は十分注意してください。それからまだ時間あるかな。それからね、稼いでてよく説明するんですけれども、コンピューター分析を何も見せないでね、コンピューター分析ってプログラムができない人が多いんで、そういう人たちが妨害してくるんでね、そんなコンピューター分析やってないで、こういう取引をしてということでね、スマホなんかで投資してみたりね、実際はコンピューター分析など使ったりするんですけど、先生ということでね、そうやって、何もね、難しいことやってないようにして見せて投資を行使することはほとんど多いですね。というのはまた自分の投資の作戦がコンピューター分析がの方法がバレないということ、真似されないということが大事なんで、ね、全部そのコンピューターの分析を見せないでね、教えたりします、ね、私の方のコンピューター分析は難しすぎるんでね、見せたってね、分かんないんで、同じもの作れないですから、ね、公開しているということですね、半間岩先生の場合はね。だけどもコンピューター分析でプログラミングできない人は知恵遅れなんで、絶対やんないようにっていうことですね、投資はね。株でも同じですね。全部勘と超能力なんで、ほとんど負けてますからね、負けます。勝ってる人は特別に超能力が強いっていう人でね、ただ知恵遅れです、ね、
一生懸命自分のそのコンピューター使えない、ね、能力で頑張ってるわけです。だからほとんど負けてますよ。BNF さんはなんかはもうそうですね、知恵遅れでですね、彼なんかもね、稼いでるけどね、同じようなやってる人は大体平均的に稼い、あ、マイナスになってます。彼だけで、だから賭博やってるみたいなもんですね、ギャンブル。彼らはね、コンピューター分析でやってない投資してる場合はギャンブルなんですよ。だからいずれ長くやったら破産します、彼だってね。だからコンピューター分析使わなければ破産しますからね。そこら辺はぜひ、いつかはね、ギャンブルですから、絶対やっちゃいけないことなんですね。まあ彼の名は言っちゃいけないけども、全員そうだということですね。彼じゃなくてね。賭博です。ギャンブルで成功してるだけです。これは絶対よく注意して勉強してください。ね、お後ろでも全部コンピューターですね。コンピューターで分析ですね。ね、こっちはライブ投資でやってますけど、見たって分かんないからね。難しいね。こんな難しい。勝率とかね。これは72%、70%が出てます。こっちは80%って出てます。勝率がね。ね。と、そんなことでね。これ見せたって分かんないけど、全部コンピュータ分析でやらなければギャンブルになりますから。ね。で、あと、講師で説明してるのを隠してます。バックにね。こういうようなインジケーターも作ってるんですね。また、EA とかですね。ということによく注意してくださいね。稼いでる人では結構、こういうのは見せませんしよ、ね。プログラムできない人が多いんで、そういう人たちが妨害してきますから。だからね、単純にやってんだよなんていうのに見せて、嘘ついて、